はいどうも、良平です。本編の前に一旦こちらをご覧ください。はいどうも、これは伸びるぞ伸びるぞ伸びるぞ、どうだー、あーわずかに切れてファールです。これ Google マップで測った距離なんですけれども、推定飛距離はまさかの 130m オーバーです。はい、同じ打席でコツンとこれが宇宙間に落とす。そして転がっていき、どうなる、二塁を回ってスリーベース、崩されながらも長打となります。はい、お次の打席ではじゃあ投げて打った、これ高めのボール振り抜いてレフトを越えた。続く打席でもレフトオーバー。そう、翔平好調なんです。その秘訣とは、本編大注目です。どういう可愛いか分かんない。何ですか最近、なんかバッティングちょっと悪い。悪い、どうしたらいいの。何が原因とか分かりますか。分かんない。分かんないですか。詰まっちゃいます。詰まる詰まる、ここすげえ詰まる。インコース最低だな、まあホームランというか詰まってじゃないですか。分かんないんだよ自分で、なんで自分でこうなるか。バッターがどこ取ってるか、それが分かれば多分結構バッティング調子が良くなります。こっからこれでしょ。そうです、トップの位置が分かれば大体どこ行くか分かる。こっからここはこうしてね、ここから遠いって積もってたけど、試合になると、まずか、こうなってる。遠心力が受けついちゃって、トップの位置が分かんなくなっちゃって、バラバラになっちゃう。動きがあるといつも、で、スライダーで変わるから。そう。変化球が多いからさ、変化球をさ、こう打ってもなんか、ちょっと大体なと思って。まあ、こすりやすいっすね。そう。今、どこのコースか。わかります。そう。はい。もう打ちやすい。タイミング上げやすいってことですよ。遅れてて。スイングだからかな。うちはマジ苦手。どうぞ。はい。苦手苦手。全然苦手。あ、どうですか。どうですか。どっちも打ちやすい。そうですね。うちは打ちづらい。外の方がセンター返しできるっていう感じもありますか。そうっすか。自分でいつもどこを意識してバッティングしますか。突っ込まないよ。はい、あとは足の体のタイミング、いや、タイミング、タイミング、自分が一番打ちたいところで打って通って、はい、ロンギーがしていいかもしれない。別にいいと思うんですけど、いや、トスはトスのバッティングしすぎかもしれない。投げじゃない、手投げじゃない、手投げの方がいいです。手投げの方がいい。合わしていくバッティングって得意ね。合わせてボールに対して合わせて得意じゃない。それができれば8割スイングができるんで、そっちの方が届くと思います。あ、ボールに合わせて強いか。あの、基本的に飛ばすときってフルスイングしたいんだよね。はい、一回去年三上さんランナーズのテレビエースはたまたま本気で打ったら当たったけど、それ以外は基本的にちょんって当たるから。実際それだけでいいと思います。これも絶対本気で打ってないですか。うん、左だけでいいし、それでいいと思う。マジか。全然今バットの出があるからこの金ローチしよう。うわぁ、そうだ。多分この武器が多く詰まってます。どこが一番力出やすいかなと、振りやすいかなと思ったら、分かんないですよ、その辺が。まあ、見つけないとあれですからね。そう。逆に動かなすぎても、多分逆にタイム取れないと思う。でしょ？ちょっと動いといて、こう寝かすのがいいのか、後ろの方がいいのか、上げとく方がいいのか、まあ、それ最後は多分一緒だろうけど。結局、ここで取ってるよね。もう一方じゃん。そう。これ、
この動きで撮ってるよね。あんまトップの位置が変わらずタイミング取れる。この故障がそれなんて絶対合わない。クーラーじゃないですか。クーラー、クーラーです。え、よくね、よくなかった拾っとろしよくなかった行きます。じゃあいいコース今です。俺の方がいいな、仕事の方がいいな。よくないめちゃめちゃいいじゃん。ラスト動画入ってる。ラストあ、そうでした。いいね、いいですか。いいよ。 OK です。じゃあ84cm。 短く感じるな。行きます。そこそこ、うわ、打ちやす。これからのこれ打ちやすい。遅くかどうですか、アタックか。まあ、売れたんだよ。楽しいです。良くないですか。やば、良くないですか。潰れてる。いいね、これこれ、いいね。どんてやろう。じゃあこれも振り抜くか、振り抜きやすいな。ペットでとかどうですか。でかい、でかい、よく出る、よく出る、よく出る。やっぱ出た方がインコース打ちやすい。そう、一回インコースだけ。じゃあ、うわ、やばっ、全然違う。普通にインコース。いいよ。怖いな、つづらねえか、つづら。全然違う。トップの位置を感じられてる。感じられてる。ほら、全然違う。反応しやすいじゃないですか。すごいな。インコースこんな差分けると思わなかった。普通にと普通に。こんな感じですか。え、歴然なんだけど。自然に多分力抜いてる。振りづらさがやっぱある。窮屈みたいな。マジか、こんな変わる。詰まってる。詰まってます。全然違え。うわー、歴然だ。すげえ。足の向きはそのままいいか。やば、見た、見た。やばいやばい、やばミッドの出は全然違うね。おお、めっちゃすげえ。落ちが違かった。そうですよ、マジマジこれやばいな、この打ち方。出しやすいもんって姿勢したわ、姿勢いつも姿勢実力いいコース。姿勢らさが当たった。こんなマジックある。うわー、打てるよ、これで。インコース、こんなにこれ打てるぜ、これ試合で。マジで打てる。マジで試合で。やばい。どこでも打てるかもしれない。覚醒しました。覚醒したわ、見た、覚醒した。出る。グリーンが引っ張れてるじゃないですか。確かに。そのためスライダー止めれます。確かに。いいじゃないですか、これでいいんじゃないですか。いい感じで、ね、めちゃめちゃ覚醒したわ。ちょっとこれヒロと打法はどんだけすごいか、ちょっとすごいよ、ちょっと言葉出ない。マジです、これがヒロとマジックです。ヒロとマジックだ、これマジで。こっからこれでインコース詰まるけど、初めからやっぱこう、まあその分遠心力は使わないんですけど、バットの出とかは良くなると思う。すごい出がいいし、インコースさばけるし、びっくりした。お前すごいな。すごいな。もともとパワーあるんで、普通にシンさえ当たればホームランいきます。マジか、すごい。打率もアップして多分ホームランも量産します。すごい。ちょっとヒロトにちょっと教わりたい方います。ちょっと言ってください。こいつマジすごいわ、びっくりした俺。はい、まあそんな感じで時間なんで終わります。はい、では、この動画いいなと思ったら、ヒロトいいなと思ったら、はい、チャンネル登録とコメント、高評価よろしくお願いします。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。
翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。